映画ブリッドの制作秘話、あの名シーンはこうして誕生したということで、今回取り上げるのは映画ブリッドです。映画ブリッドといえば、映画史に残るカーチェイスシーンを思い出す人が多いと思います。今回はそのカーチェイスシーンをはじめ、スティーブ・マックイーンの演技など、映画ブリッド誕生までの裏側を見ていきたいと思います。映画ブリッドは1968年に公開された作品で、監督をピーター・イエーツが務め、主演をスティーブ・マックイーンが演じています。この映画は先ほども触れましたが、映画史に残るカーチェイスシーンが有名で、この映画によってその後のカーアクションが変わったとも言われています。今見てもというか、 CG や安定した画面に慣れてしまっている私たちからすると、今見るからこそカーチェイスのリアルさとその緊張感がより伝わってきます。坂道で車のジャンプと同時に画面がブレるあの感じは、今ではなかなか見ることのできないシーンだと思いますし、本物の映像だからこそ何度見てもあの場面で私は酔いそうになってしまいます。ただこのカーチェイスシーン、もともとは脚本にないシーンでした。この作品の舞台はサンフランシスコですが、実は最初の脚本ではロサンゼルスが舞台になっていたため、最初の設定にはありませんでした。しかし舞台がサンフランシスコに移ったことで、制作側からカーチェイスシーンを入れるようにという要望があったそうです。ピーター・イエーツ監督はブリッドの前年に公開された映画大列車強盗団でカーチェイスシーンを撮ったこともあって、もう一度カーチェイスシーンを撮るつもりはなく、さらにスティーブ・マックイーンも大列車強盗団を見たからピーター・イエーツ監督にオファーをしていたにもかかわらず、栄光のルマンの制作が決まっていたこともあって、カーチェイスシーンに乗り気ではありませんでした。でも制作側の意向を汲んで、監督とスティーブ・マックイーンはカーチェイスシーンを追加することを決めました。でそのカーチェイスシーンが決まると、車好きのスティーブ・マックイーンは自分で運転すると申し出たそうです。大スターにカーアクションをやらせることにスタントたちは反対したそうですが、監督は本人が運転していれば余計な編集などをする必要がないということで、マックイーンにも運転をお願いしています。そのマックイーン自身は、自分が運転していることを観客に伝えるために、カーチェイスの途中にある車がバックするシーンでは窓から自分の顔を出しています。これは監督曰くスティーブ・マックイーンのアピールシーンだそうです。ちなみに相手側ダッジチャージャーには、悪役を演じた俳優2人がそのまま乗っています。彼らは実は俳優兼スタントマンだったので、問題なく自ら車を運転することができました。なのでこの有名なカーチェイスシーンは、本人たちが運転していたというのもあって自由に撮影ができたことも、緊張感のある名シーンが誕生した理由の一つじゃないかなと思います。でこのカーチェイスシーンで使用されている車は、スティーブ・マックイーンが乗っているのがマスタングで、殺し屋が乗っているのがダッチチャージャーです。監督は協賛の関係でフォードの車を使う必要があったため、フォードの中でこのシーンに一番最適なマスタングを選んだと言っていましたが、一方のダッチチャージャーに関しては、監督のお気に入りの車の一つで、それは車の形が凶悪なサメのように見えるからだそうです。そのダッチチャージャーとマスタングの対照的な雰囲気が良くて、監督は劇中でこの2台を使用しています。ちなみに前半に出てくるマスタングはサスペンションが弱くてかなり弾んでいました。その後カーチェイス用にサスペンションを強化し、エンジンも変えてスピードの速い車に改良しています。で先ほどスティーブ・マックイーンは大列車強盗団を見たからピーター・イエーツ監督にオファーをしたと言いましたが、この映画ブリッドはスティーブ・マックイーンが初めて制作に携わった作品でもありました。マックイーンは監督に、私は俳優、アクターではなく反応者、リアクターだからセリフを少なくしてくれと伝えたそうです。なのでこのブリッドではマックイーンのセリフはかなり少なくなっていますが、その分彼は目や顔で演技をしています。でその表情での演技を引き出すために、監督はいろんな仕掛けも用意していました。その一つがスーツケースの中から被害者のものとわかるものを見つけ出すシーンです。このシーンでは監督はマックイーンたちにチケットと旅券とお金だけを見つけるということだけを伝えていて、カバンの中のどこにそれらがあるかは教えていなかったそうです。
なのであのシーンのマックイーンたちは本当にスーツケースの中を探しています。また被害者が殺されたホテルでマックイーンが捜査をするというシーンが前半にありますが、あのシーンも部屋の中がどうなっているのか監督はマックイーンに伝えていませんでした。マックイーンは撮影で部屋に入った時に初めて部屋の状況を知り、犯行につながるようなものを見つけ出すという演技をしています。このシーンにはセリフはなく、マックイーンの目の演技だけで状況が語られていますが、それを引き出すために部屋の様子を教えないという監督のちょっとした仕掛けによって作られた場面でもありました。同じようなことは最後の空港のシーンにもあって、監督は特に指示を出さずにマックイーンたちに自由に男を探してくれと伝えたそうです。この場面でもセリフはなく、刑事2人が男を探すシーンが続きますが、言葉で説明するのではなく、目や表情だけで現場の緊張感を伝えるシーンになっていました。こんな風にピーター・イエーツ監督はマックイーンの要望もあって、セリフではなく目と表情だけで今何が起きているのかを伝えようとしています。そしてスティーブ・マックイーンがそれに応えて演技をしているのが映画ブリットなのです。ということで今回は映画ブリットを紹介しましたが、一度見たら忘れられないカーチェイスシーンの誕生秘話や、この映画の中で見せたスティーブ・マックイーンの演技について取り上げてみました。ブリットはカーチェイスシーンだけが注目されがちな作品ではありますが、実はこの映画が作られた当時は警察官に対する負のイメージがあって、ピーター・イエーツ監督は日々凶悪な事件に向き合っている警察官の内面を描きたかったとも言っています。この映画を通して警察官も一人の人間だということを示したかったそうで、それが感情を押し殺し事件を淡々と解決するスティーブ・マックイーンのあの演技につながっています。なのでこの作品を見た方もそうでない方もカーチェイスシーンももちろんですが、ぜひ目で演技をするスティーブ・マックイーンに注目してみてください。ということで今回は映画ブリットについてのお話でした。